始まりました。ビチューブでーす。今回はオープニング僕一人ですね。なんででしょう。なんででしょう。今日はナスカラメンバーへのドッキリでーす。なんでこの企画をやることになったかというと、普段僕へのいじりが激しいんですよね。いつからこうなっちゃったんだろう。いやこれ顔にかぶってやるやつなんだけど。すってマジで。やば。世界化世界。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録。最後一発最後。締めてもらっていいですか。一つ。ナスお願いします。本当に良くないと思うそういうの。何年何とか組。ナシュート君。はい。50メートル自由形俺でーす。またか。普通にこうやってるやつ昨日してたよ。してねえグループ組んだ時とかは、まあ、全然いじられてなかったのに、まあ、気がつけばこのナスの扱い。ちょっと今日はイジワルナス君でいっちゃいます。イエイ。わかんないと思います。まずは風船ドッキリでーす。風船をですねここに貼りまして、このドアのこっちに壁をつけて、これドア開けるときにパーンって大きな音がする。あれはびっくりするわ絶対。特に浮所とか龍河とか。じゃん。ゴキブリのおもちゃ使ったドッキリでーす。いや、ほんとに気持ち悪いっすよね、これ。これを、この中に仕込んでいきたいなと思います。これ絶対みんな使うからな。うわ、これ最悪だ、これ。あ、そう。で、なんかさっきスタッフさんに言われたんだけど、アイラブ TV 用の知ってる動画を一人ずつ撮る。そう、回します。はい、佐藤龍河です。いや、いつもね、みんなここで待機して6人でいるんですけど、はい、今は俺と那須だけなんですけど、はい、みんなで鏡とか取り合ってます。このティッシュとウェットティッシュ、はい、いつも取り合いになるよね。そうですね、取り合いになって、まあ、ゴミがいっぱいあるはい。綺麗好きなんで俺が全部片付けてます。いやでもいつもだとそのウェッティッシュ空いてるけどね。おっ、えっ、なになになに。おっ、えっ、なになになに。びっくりした、びっくりした。イエーイ、の撮影ではありません。あー、そうなの。普通にやられた。びっくりした。やば、びっくりした。え、これでも本物だよこれ。え、マジ。うわでもね、リュウガに本当は一番したかったあれなんだよね。何、気づかないでしょこの風船。もう気づかない。え、これでパンってパンってなんなかったから、あれ見てなんだろうってなるんじゃないかな。全然気づかなかった。全然気づかなかった。本当に龍河でよかったわ、これ。ドキリ大成功、イエーイ。ドキリでした。楽しかった。うわ、
しくない成功と、まあ、やばい。初めてだね。まあでも、唐橋くんが怒らなくてよかったなって思って笑顔でよかった。笑顔でよかったね。こうなっちゃう。いやー、よかった。やっと風船やってくれたよ。大成功、大成功。俺もびっくりした。大きいよ。おはようございます。アイランド TV です。アイランド TV。 あ、藤井くん、ちょっと素人なんで、お手柔らかにお願いします。まさかこの中に水が入ってるドッキリです。はい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 。ここ全部くっつけたんですよ、ボンドで。これ取った時に水がバシャーンと。これも小学校2年生です、このドッキリ。でもみんな多分いいリアクションしてくれるんじゃないかなと。何これ。いや、なんかアイランド TV で、うん、オフショットみたいな感じ、撮影で行ったいつもの感じだから、なんか、そう、いつもの感じで、まあ、ちょっとでも、お水でも飲みながら話していきましょう。お水でもはい。でもなかなかこれカメラ、カメラ、え、すげえ。誰リアクション取りやすいやつだったら心配にさ、濡れちゃうじゃん。マジでこれ。確かに。ドキ大成功でした。タレントルーム A にお願いします。はい。おはようございます。イエーイ。イエーイ。めっちゃ服可愛いやん。可愛い。ブーブクッションでーす。はいはいはい。まあ、でこれ定番ですよね、これ。自分で俺ブッてやってみたかった、これ。じゃあここに隠していきたいと思います。でも俺恥ずかしいっすよね、ブッて言ったら。その YouTube 流れちゃうんですよ、これ。これ恥ずかしいな。ちょっと大将さん、じゃあここに来て話聞かせてください。はい、お願いします。ちょっと一人一人聞いてるので。はいはい。怖いんだけど、いつもと髪型違うなって思って。一緒ですよ。本当？全然一緒です。いつも思うんですけど、はい、そう、なんかウェットティッシュとかティッシュがいつも散乱してます。散乱してますね。着たい時はすごい空いたままになってる。あ、だからカピカピになっちゃうんだよ。え、でも絶対カピカピだと思う。もうちょっと一回開けてみて。なんかもうすごい、なんかヘラヘラしてる。いや、実はね、これなのよ。ほら、もうならなかったのよ。本当によ。なんか、さすがにシュールで笑っちゃったよね。よし、じゃあ何しなきゃいけない。ゴキブリからここですか。あ、いいよ、出てください。はい、おはようございます。おはようございます。ストレス聞いてってますよ、最近の。それハマってることは何ですか、最近の。ハマってること、はい。そんなみんな注目する？ハマってること、はい。最近のハマってることは髪を伸ばすことです。みんなどんな話したの、逆に。え、でもなんか楽屋トーク大盛りしてくれみたいな話。楽屋トークね、はい、あれだね、金指の名工落としをなすがかりだ。なすがかりだ。ここに名工落としあるのにもかかわらず。そうですよ。で、なんかね、ウェットティッシュもカピカピなの。中開いてみたら分かる。うわー、うわー、びっくりした、びっくりした、びっくりした。
かあったっけと思いながらさ、やっぱ日頃のその皆さんからのナスいじりが激しいと。ええじゃねえ、そうなの逆に。ええじゃねえんだ。やめろやめろ。これですよこれ。違う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 違